前回の続きです。大鳥塚古墳。本当にこんな身近に古墳があるんだなと思いました。こっちは応神天皇陵。今回はこちら側に歩いていくことに。先ほど案内してくれた方が古市駅の白鳥の御捧げを見に行った方がいいと言ってたので見に行く方向で。さて古市駅に向かいますか。葵さんは古市駅の場所を把握していません。ただ先ほど案内してくれた方がこちらに歩いて行ったので、自分もと思って歩いています。初見だと、こんな感じの細い路地は進んでいいのか戸惑います。地図を何度も見て、場所は大体覚えてたつもりでいた思ですが、実際は応神天皇陵しか覚えてないようです。今動画で流しているのは小室山古墳。中津姫陵、御捧ぎというみたいですね。学校帰りの学生さんに最寄り駅を教えてもらい向かいます。小室八幡神社。ここは来てみたかったところです。教えてもらった通りに進みます。この道路は藤井寺市のマクドナルドから高井田に行くとき通った道だから把握してます。
今回は恥の里駅まで